挨拶は新たに顔を合わせた際や別れ際に行われる、礼儀として行われる定型的な言葉や動作のことを指す。また、式典などで儀礼的に述べる言葉を言うこともある。また、日常生活には欠かせない人と人とが気持ちよく生活できる言葉でもある。ともかく、人間同士が何らかの目的で顔を合わせる場合、 すぐにその目的に関する話題を始めることは、まずない。最初に、互いの姿を確認した際、言葉や身振り、あるいはその両方で互いに、相手の存在を認めたとわかる行動をする。さらに接近して、話し始める際も、特定の動作や言葉で互いに話し始める。これらの一連の行動が挨拶である。また、本題に入る前に互いに関する情報や、 天候や前後の無関係なやり取りなどをするのが普通で、これも挨拶に含めることもある。なお、たまたま顔を合わせた知り合いのような場合には、挨拶だけの話が終わることも、ままある。話題が終わって別れる場合にも、一定の決まったやり取りが行われ、これも挨拶である。普通は、別れの挨拶の方が短い。動作が伴う場合、 出会いの挨拶と同じものが使われることがよくあるが、異なった挨拶も見られる。さらに、一つの状態に入る前や終わった段階で、歓迎の言葉や、これからの心がけなどについて話すことも、挨拶ということがある。卒業式や入社式などに行う挨拶はこの例である。なお、動物にも、挨拶的な行動をするものがある。それらについては挨拶行動を参照。 日本語の挨拶はもともと禅宗の用語であった。修行者が互いの修行の成果を質問し合うことによって、悟りや知識、見識等の深さ、浅さを確認する行為を指す。そこから民間へと広まり、人と会った時に取り交わす儀礼的な動作や言葉、応対などを言うようになった。なお、江戸時代には裁判や家計などの問題に疑義がある時に各班が、 江戸幕府に問い合わせることを挨拶と言った。中国語では、挨拶という字は手を木片で挟む拷問を意味するため、文庫が中国語の挨拶に該当する。多くの社会で人間関係を円滑にする上で使用されている。地方自治体や町内会等で挨拶運動が行われている場合もある。大別すると、言葉による挨拶と身振りによる挨拶の2種類がある。 両方を同時に行う挨拶も存在する。どのような言葉が挨拶に用いられるかは、その文化圏の言語習慣に依存する。文化圏ごとに決まった挨拶の言葉の言葉があり、その中でも、さらに地域、集団、職業、年代などによってそれぞれ異なる挨拶の言葉が存在する。挨拶の言葉は TP o に応じて使い分けられる。 特に時間によって使い分けられる言葉といつでも通用する言葉がある。親しい関係では、後者が使われやすい。相手と自分の関係によって、敬語表現が用いられる文化もある。また、フランス語のように、次に会うまでの時間によって、別れの言葉を変える例もある。また、同じ挨拶の言葉でも、複数の状況で使えるケースもあり、これも、やはり文化ごとに、 違いがある。挨拶の言葉は、往々にして天候に言及するものである。多分同じ時間と場所にいる万人に共通して、興味のある話題だからであろう。また、それに続く、ちょっとしたやりとりにも、天候に関するものがよく持ち出され、それも、挨拶の一部とみなされる。大村松次郎は、孫医者であった頃、暑いですねに。 夏は暑いのが当たり前ですと返すようなやりとりをするので煙たがられたという。外国語教育においては、ほぼ例外なく初期の段階でその国の挨拶の言葉を学ぶ。挨拶には一定の行動を伴うのが普通であり、往々に身体的接触を伴う。しかし、見ず知らずの間での身体的接触を好ましくないとする地域もあり、性別による問題もある。 いずれにせよ、その形は文化ごとに異なる。また、同一文化圏であっても、挨拶する両者の関係の違いによっても、大きな差がある。代表的なものを挙げる。言葉や動作以外に、物品を渡して、贈り物をする場合もある。その際にも、定型的なやりとりが付随する。手紙においても、挨拶には独自の作法がある。 主に、冒頭や末尾で決まった挨拶を記す。簡潔に済ませるだけの文化もあれば、日本語のように、かなり詳細な体系が出来上がっている文化もある。会話の際の挨拶を使うことも可能であるが、手紙特有の挨拶の語がある例も多い。文章語としての歴史によるものと思われる。紙製の手紙より、手軽にやり取りできることを特徴とする、電子メールにおいては、 省略される傾向が強い。例えば観光地では街中に横断幕などで観光客への挨拶を提示していることもある。ありがとうございます。